さあ審判団フィードに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えようとしています。前半終えましてゴールデンファイターズが2つのフィールドゴールを決め6点リードする形となっております。その意味ではゴールデンファイターズ有利な展開でありますが、しかしこの差がまだタッチダウンで一般的に言われる7点に達しておりません。言い換えればサイドワインダーズも1回タッチダウンを上げることによってこの状況を覆るという非常に緊迫した状況にまだあります。さあその突破口を双方ともこのハーフタイムで見出すことができたでしょうか。その答え合わせとなります。後半戦まもなく開始となります。後半戦はゴールデンファイターズのキックオフで再開する形になります。キックオフを務めますのはゴールデンファイターズ25番の国木です。対しましてサイドワインダーズはリターナーに7番と12番を配置しました。7番は藤本、12番は田原です。ただいまより後半戦を行います。ゴールデンファイターズのキックオフ、サイドラインがリターンに入った。さあ左オープン展開を図りまして自陣22ヤード付近を確保し、この位置からサイドラインダーズの攻撃となります。ゴールデンファイターズのキックオフボールをサイドラインダーズリターナー7番、本日は天候不順ということにおいて機材が、雨天にさらされる状況にもあります。これらの調整もありまして若干映像の乱れ発生すると思いますが、何とぞご了承よろしくお願いいたします。前半までの得点はゴールデンファイターズが6点、サイドワインダーズ0点です。サイドワインダーズ自陣22ヤードからのファーストダウン10。さあまず中央のアンプレーを投入しました。まず地上戦によって突破を図らんとキャリア0番にボールを託しましたが、しかしディフェンス陣集まりよく1ヤードのゲインにとどまっております。タフなランをまず最初に展開しようとしましたが、何枠0番の本田でした。サイドワインダーズセカンダウン内、中央のアンプレー、しかしこれはゴールデンファイターズ止めます。密集点突破を図るようにキャリア0番にボードを託しましたが、しかしこれはゴールデンファイターズディフェンスに集まり32番が仕留めまして、このランノーウェイ。さあランに変わります。再びランニングバック0番高下選手にボードを集め中央をつきましたが、失礼しました、キャリア0番は高下でした。32番ディフェンスライン西谷選手がタックルです。サイドワインダーズサードダウン、パス不成功。ここでクォーターバック11番は中央走り込んでいったレシーバーにパスを投じましたが、しかしこのパスタイミング合わずパス不成功になりフォースダウンと変わります。サイドインダーズパスを投じましたがインコンプリートラストダウン。サイドワインダーズフォースダウン8、パンプフォーメーションを取ります。さあゴールデンファイターズリターンに入る。これはしかしサイドワインダーズ24番見事にカバーしまして大きなリターンは避けました。ゴールデンファイターズ自陣44ヤード付近からの攻撃に変わります。攻守変わりました。テイクオーバーだ、テイクオーバーゴールデンファイターズの攻撃に変わります。
ゴールデンファイターズ自陣44ヤードからファーストダウン10。さあオプションプレーの展開を図ります。クォーターバックは12番に変わっております。まず左方向にクォーターバック自らキープ展開し1ヤードのゲインとなっています。タミー亮太選手の左方向プレー、クォーターバック12番はタミ。しかしサイドワインダーズの速いディフェンスになりまして、これはゲインがありません。しかしサイドワインダーズもディフェンスに奮闘を図ります。先ほどのプレーゲインありませんでした。従いましてゴールデンファイターズセカンドダウン10。クォーターバック12番パスを投じようと下がりましたが、ここでプレッシャーを感じましてスクラムに転じまして中央約5ヤードほどゲインとなっています。しかしここでイエローフラグ反則が発生しています。ホールディング、ゴールデンファイターズ59番10ヤードのペナルティでセカンダーをやり直します。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。10ヤードのバッタリとなりセカンドダウンやり直しとなります。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。相手選手を掴んだという反則です。この反則によりましてゴールデンファイターズ10ヤード下がりセカンドダウン20で試合再開。不成功。クォーターバック12番中央に走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしパスがショートしパス不成功でサードダウンに変わります。雨の影響を感じるバックプレーでもありました。ゴールデンファイターズサードアントリー、不成功。クォーターバック10番中央にいました。9番にパスを投じましたが、これはサイドワインダーズ見事にパスカットしパス不成功。あわやインターセプトの野球、あわやインターセプトのなりかねない素晴らしいディフェンスを披露しフォースダウンに追い込みます。ゴールデンファイターズフォースダウンプレー、パントフォーメーションを取ります。サイドワインダーズ陣35ヤード付近でデッドしまして攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー変わりましてサイドワインダーズに変わります。サイドワインダーズの攻撃権と変わります。サイドワインダーズ自陣36ヤードよりファーストダウン。さあ攻守変わりましてサイドワインダーズの攻撃、ボールオン自陣36ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。ナイスダウン、ファーストダウン。ここでサイドワインダーズ中央にランニングバック投入。サイドワインダーズランニングバック16番ランニングバック16番そのまま左オフタックル突破しまして攻撃権更新です。サイドワインダーズファーストダウン、見事攻撃権更新果たしたランニングバック16番は奥谷。さあ相手陣失礼しました、自陣47ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。
再びナイスラーファーストタイドラインダーズファースト再び中央なので、これも見事にオフェンスライン起動しまして中央突破連携攻撃権更新になっております。サイドラインダーズファースト38ここでサイドラインダーズ16番の奥谷のランプレーにより状況打開を図ります。さあ相手陣入りましてサイドラインダーズ38ヤードからのファーストダウン10これもナイスゲーさあ今度は左に展開していたレシーバーにヒッチパスそこからキャッチアンドラン図らせました。相手ディフェンス殺到する中それをなんとか粘りまして約7ヤードゲインとしています。ファーストまで残り3ヤードサイドワインダーズセカンドダウン3再びランプレーによって突破図らんというところでしたがここでゴールデンファイターズディフェンスライン奮闘その穴を潰しさらに外へ展開しようとしたランニングバックしておりましてこのランロスに変えております。力のこもった攻防戦になっております。サイドワインダーズサーダウン5サイドワインダーズ中央を突き落としましたがゴールデンファイターズの堅いディフェンスに阻まれていますサードダウン。さあこの5ヤードどのような展開となるでしょうか。パス不成功ナイスパスカット。ここで右に展開した5番にパスしかしそれをゴールデンファイターズ47番飛び込み側にパスカットしパス不成功としています。見事にパスカットしましたのはゴールデンファイターズ47番の高萩でした。サイドラインドズこのフォースダウンプレーします。フォースダウンギャンブル5ヤード獲得しないと攻撃権を失うギャンブルプレー。さあどうなるか。クォーターを食った。さあ判定どうか。攻撃権更新ならずフォースダウンギャンブル失敗で攻守交代テイクオーバーで攻撃権変わりましてゴールデンファイターズの攻撃に変わります。サイドワインダーズここで勝負としましてフォースダウンギャンブル敢行しましたがしかしゴールデンファイターズ許さず攻守交代となっております。攻撃権変わりましてゴールデンファイターズボールオン自陣31ヤードからファーストダウン交代です。ゴールデンファイターズ自陣31ヤードでファーストダウン。さあまず中央へのランプレー未終点ランニーバック10番でしょうか。10番に託しまして中央未終点飛び込ませ約5ヤードのゲインとしています。キャリア10番は北川でした。ゴールデンファイターズセカンドダウン51番にしまして中央へのランプレーすり抜けるように見事に攻撃権更新果たしております。ゴールデンファイターズファースターキャリア1番は島田です。さあランプレーによって押し返しておりますゴールデンファイターズファースターンテンカナビランプレー。しかしこれはサイドワインダーズナイスディフェンス。今度は右オフタックル付近突入を図りましたがこれはサイドワインダーズ阻止しまして1ヤードロスに変えております。ゴールデンファイターズランニングバック10番北川良一選手右オフタックル付近スクランプレーでしたがしかしゴールデンファイターズオフェンスライン陣素晴らしい仕事を展開しております。村越隼人選手がタックル。さあこのラインランの攻防戦も注目しましょう。ゴールデンファイターズセカンドダウンゴールデンファイターズセカンドダウン11
今度はオプションプレー、ランニング1番にペッチ、1番左オープン展開かかりまして約5ヤードほどゲインとしています。ゴールデンファイターサードダウン、アルカファースタンドで残り6ヤード、キャリア1番石島田、ゴールデンファイターズサダウン6、ここでホイッスル、アールマーカー、イエローフラッグ、反則が発生しています。さあどちらの反則でしたでしょうか。フォルススタート、ゴールデンファイターズ10番5ヤードの、5ヤード下がりましてサーバーをやり直します。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤードバッタイシサードダウンやり直しとなります。サードダウンをやり直します。新たなファーストダウンまでは残り11ヤード、ゴールデンファイターズサードダウン11。中央切れ込んだワイドレシーバー87番にパス、このポストパターンを87番見事にキャッチしまして大きなゲイン、ビッグゲインで攻守攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースター見事なパスを投じましたのはクォーターバック12番の民、それを取りましたのはワイドレシーバー87番藤田でした。失礼しました、クォーターバック7番の竹内でした。パス不成功、セカンドダウン、ここでクォーターバック7番一気にエンドゾーン狙うロングパス、しかしこのパスディフェンスカバーしておりまして不成功となっています。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。なお先ほどの竹内と藤田はともに愛媛大学の先輩後輩となっております。そのホットライン機能する見事なプレーでした。ゴールデンファイターズセカンドダウン10、さあトラブル発生、さあ判定どうか、ターンオーバー攻守交代です。ターンオーバー攻守交代、ここでゴールデンファイターズはオプションプレー展開しようとしました。しかしランニングバックにピッチしました。実際にボールをファンブル、ファンブルしました。ボールを押さえたのがサイドワインダーズでしたので攻守交代です。テイクオーバー攻撃権変わりましてサイドワインダーズに変わります。さあサイドワインダーズチャンス出ましてボールオンジリン38ヤードからファーストアンテン、さあトラブル発生、しかしこれはファンブル発生しましたが、ファンブルはしかしサイドワインダーズ抑えております。抑えた地点の関係から1ヤードロスとなっています。しかし攻撃権はサイドワインダーズ継続となります。サイドワインダーズセカンドダウン、サイドワインダーズセカンドダウン12、サイドワインダーズランニングバック16番、ハンドオプション、ハンドオフオプションの展開、ボールを持つか託すかの選択プレーでここはランニングバックに託しました。16番左オープンから駆け上がりましてこれをゲインに変え約6ヤードから7ヤードのゲインに変えております。サイドワインダーズサードダウン、ファーストダウンまで残り4ヤード、キャリア16番は奥谷でした。サイドワインダーズサードダウン4、Thank you.
パス不成功。ここでクォーターバック11番プレイアクションから中央切れ込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしディフェンスカバーありパス不成功となっています。サイドワインダーズフォースダウンに変わります。サイドワインダーズフォースダウン4、パントフォーメーションを取りました。さあゴールデンファイターズリターンに入った。さあプレッシャーを回しましてボールを40ヤード付近に返して、この位置からの攻撃となります。地域を挽回しております。ゴールデンファイターズ約15ヤードのリターン、自陣38ヤード付近でファーストダウン。ゴールデンファイターズ自陣38ヤードからファーストダウン10。ナイスファーストダウン。ここでクォーターバック7番ハンドオプションから自らキー左オープン展開しまして大きくゲイン。ゴールデンファイターズファーストダウン。ゴールデンファイターズクォーターバック7番竹内涼選手左オープン展開、大きくゲイン。勝者のためのタイムアウトです。ここで負傷者が発生したためレフリーやタイムアウトが取られています。先ほどの得点は先ほどのプレー、誠に申し訳ございません、フェイクに釣られまして、クォーターバックを見失っておりました。誠に申し訳ございませんでした。非常に鮮やかなフェイクプレーでした。ゴールデンファイターズ敵陣34ヤード見事な見着を披露しましたがクォーターバック7番の竹内でした。ゴールデンファイターズファーストダウン、試合再開となります。ゴールデンファイターズ相手陣34ヤードからファーストダウン10。これはナイスディフェンス。ゴールデンファイターズクォーターバック12番、ここでクォーターバック12番ハンドオフェイクからプレーを展開しようとしましたが、すかさずサイドワインダーズディフェンスに吸収しまして、このランプレーを6ヤードロスに変えています。ここで第3クォーターが終了です。ここで第3クォーター終了となりました。第4クォーターラストクォーターへと入ります。第3クォーター終わりまして、ゴールデンファイターズ6点、サイドワインダーズ0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。